はい、こんにちは。こんにちは。2020年3月、16日、ウェブ朝倉学校第11回です。はい、本日は、これからご案内していきます。よろしくお願いいたします。はい。で今日は、試みに、画面をお見せしながらやろうかなと思ってます。パソコン画面上ですね。それでまず授業に入る前に実は非常に大きなお知らせがありまして、船橋の話です。船橋以外の人もぜひ同じように、他の自治体もこうするといいと思うんですが、ずっと休業になっていた学校が3月25日登校日が実施されました。私のホームページに詳しく載ってますけど、皆さん友達や先生と、3月の25日、一部24日ですけど会えますので、学校からお知らせ来ると思いますけど、ぜひ楽しみに。2月28日で会えなくなってしまった友達たちと会えますので楽しみにしてください。それでは、今日の内容に入っていきますね。本日の内容は、それでその前に、最近こう気がついたんですが、私数学やってるので、コロナの方程式っていうのが思いついたんですね、今日。コロナというのは567ですから、567です。で、これは 数式として9で2回割れるんですね。9を2回割ります。で、そうするとなんと7という非常におめでたい数字になると。で、これはコロナの方程式。コロナを苦労と苦闘で割り、これを乗り切ればきっと幸せの数字、7となりますので、皆さんあと少し頑張っていきましょう。それでは、本日の内容です。さて、おととい3月14日って何の日だったか知ってますか？おととい3月14日、はい、3月14日って何の日でしょうか？どうでしょうかね。はい、ホワイトデーなんていう人もいますけど、実は3月14日ってのは円周率の日なんですね。 3.141592と続く円周率の日です。で、ということで3月14日は、この授業お休みでしたので、本日は3月14日を記念しまして円周率特集ということでやっていきたいと思います。で、円周率のことを中学に行くと π と呼びます。ということで私は3月14日 π を食べたというふうに、π のふりをしてこれを Facebook に上げたところ、見事に見抜いた人がいっぱいいまして、これは、サイゼリホカッチアでありまして、本当はパイじゃなかったんですけど、円なので無許してくださいということで、パイです。それではいきますね。はい、そもそも円周率とは何かということなんですが、これは円の周囲は直径の何倍かということですね。式で直すと円周率イコール円周割る直径ということになります。で、円周率は実は、この横の図を見てください。実は直径がありまして、直径を4つ書いてます。よく見えますか？ここ直径の区切りのところを線を引いてまして、これ4つ書いてありますけど、円周をこう引き伸ばしていくと、3個よりちょっと大きいと。で、4個よりは小さいという話になります。で、円周率を、実際に計算しますと 3.141592653、こういうふうに無限に続くんですね。これ無限小数と言います。で、私毎年呼びかけてるんですけど、3月14日の15時、 3.141592653 ですから、15時午後、3時9分26秒に円周率の、表現である π というふうに叫ぶと、つぶやくと
あなたの人生は無限の可能性が、無限に続く少数ですからね、無限の可能性が開かれますので、今年やり損ねた人は来年3月14日15時9分26号にパイと叫んでみてください。それでは本日はパイの話をしています。で、実はこの不思議な円周率という数字、円という非常に身近な素材に関する数字に関して、いろいろこの数字に近い分数を探そうという試みをしたんですね、 かつて。いろんな人が、で、比較的簡単な分数で近いのが7分の22です。3と7分の1、これ 3.142、まあ、1592ですから、ちょっと、小数点3桁以後はずれるんですけど、 3.14 までは一致してます。で、さらに3桁の割り算で355÷113、 113分の355は3と113分の16になりまして、これがなんと 3.141592 まで一致しますということで、まあ結構近い数字になります。で、この113分の355というのは5と3と1という奇数が、こう、この上からこの順でですね、上から553311となると、2つずつなるということを知っておけば比較的覚えやすいですね。まあ、覚えても何にも、まあ、別に数学でこれを使うわけじゃないんですけど、面白いと思います。それで、無限小数という言葉を整理しておきたいんですけど、8分の1は、小数で表すと 0.125 で、完全に、まあ、下目3桁小数点3桁できちんと計算できます。これで止まりますので有限小数って言います。で、7分の1は、計算すると 0.142857142857142857と無限に142857の繰り返しが続くんですね。でも、これ繰り返し、同じ数の繰り返しが続く小数を無限に続くんだけど循環しているので循環小数と言います。で、循環小数を表すためには、この循環142857を繰り返しますので、142857の繰り返しの部分の両側の上に点を打ちます。それで循環小数だということを示す数学的な記号があります。さて、それでは π はどうでしょうか。 3.141592653 というふうに無限に続きます。で、なおかつ7分の1みたいに何か数が循環するわけではないんですね。で、無限小数でなおかつ循環しない小数のことを非循環小数と言いまして、これは無理数という考え方になります。分数で表すことができません。さて、それでは、まあ、基礎的な話の確認ですけど、半径 R の時の円周と円の周囲と円の面積で、そもそも円周率が直径の何倍か円周かという定義だったんで、直径に円周率をかけると円周となります。で、小学校では直径 ×3.14 という計算をするんですが、中学に行きますと直径という考え方あんまり使わないんですね。半径を使いますので、半径だと、半径の2倍が直径ですから 2R×π になります。で、中学だとかけるという記号は使いませんので 2πR なんですね。一方、円の面積は小学校だと半径 ×半径×3.14 ってやりましたけど、まあ、中学だと πr 次乗となります。で、実はこの 円の周囲の長さが 2πr で、円の面積が πr 次乗だということは、ちょっと式が非常に似てるので非常に間違いやすいです。高校受験の時とかに混同しやすいんですね。まあ、例えば半径5センチの円だと円周は 10πcm になります。で、円の面積は 25π/cm ということになります。で、 2πr と πr 次乗を間違えないための一つのコツは、小学校の発想に立ち上ることです。直径 ×π がそもそも小学校で学んだ円周率の定義でしたね。円周の定義です。で、そうすると直径 ×π というふうに押さえておいて、で、円の面積は半径 ×半径 ×3.14 と小学校の表現を使うと、
頭の中で例えば半径5センチだったら、あ、直径10センチだから10倍だなというふうに計算できますので、まあ、間違いやすい人はそのようにしてください。それでは円の、じゃあ円の、あの面積が πr 次乗だということはどうやって説明できますでしょうか。でこれはいろんな説明の仕方があるんですけど、面白い説明の仕方があります。この円を切り刻むんですね。で、まあ最初6等分に切り刻んで、その円を2つ切り刻んだ円を合体させるんです。で同じように切り刻んだ2つの円を、こう歯車のようにお互いを上下で合わせるんですね。でまだ6分割だぐらいだと形がなんというかな、こうまだ底辺のところが丸みを帯びてるし、平行四辺形的なんですが、これがこれもう、この図だと30分割ぐらいになってますけど、30分割ぐらいしたものを、2つ持ってきてこう互い違いに合わせるとぴったりと合うはずですね。でそうすると理論上は、長方形に近づきます。そして横の長さが円周ですから 2πr になります。で縦の長さが半径にほぼ近いので r になります。そうすると2つ合わせて 2πr 次乗ですね。 2πr 次乗です。でそうすると展開図を2つ合わせると 2πr 次乗になります。そうすると展開図1個、つまり円1個分だと πr 次乗になります。でこのような切り刻みモデルで実は円の面積が πr 次乗だということは証明できるんですね、という感じです。はい、ということで今日ちょっと初めてのこの画面上の試みで、全て画面の中で表現するという形で、ちょっと画面作りにちょっと時間がかかったので、ちょっと短いですけど前半編はここでおしまいにしますですけど、まあ今日のやったことを確認していきますと、これですね。まずは円周率というのは、そもそも円の直径の何倍が円周かということ、円周の長さ割る直径ということですね。でそれは無限に続く小数で表現できるということです。で無限にできる小数で表現できるんだけど、その不思議な円周率数字に近づくために昔の人はいろんな分数考えたけど、まあ、近くまで行ったけどぴったりとはなんなかった。なぜかというと、小数には3種類あって、を完全に割り切れて途中で止まる有限小数、それから7分の1みたいに割り切れない、まあ、割り切れないというか無限にすぐ 0.142857というふうに 0.142857142857147というふうに無限に続くんだけど、繰り返する循環小数というあるんですね。この循環小数はきちんと分数で示すことができる。しかし円周率の不思議で無限に続けてなおかつ循環しないんですね。でこういう数字は分数で示すことができない。で分数で示すことができないものを中学の後半で無理数というふうに学びます。はい、それと円周と円の面積が 2πr と πr 次乗だということ、それから円の πr 次乗だということは、この切り刻みモデルで表現が証明ができると。ただ暗記するんじゃなくて、なぜその形ができるかということを理由を考えていただくと、数学は、面白くなりますので、できるだけこのような図を、きちんと理由として、考えられるようになってください。それでは短いですけど前半はここで終わりまして、後半10分休んで、まあ15分ぐらいかな、15分休んで、後半は円周率が3より大きく4より小さい、 3.14 という数字がありましたけど、3より大きく4より小さいというのが、これも図形的に証明できますので、その話をさせていただきたいと思います。それでは15分後にまたお会いしましょう。